今日は歯が抜けた後の影響について詳しいお話をします。前回のお話は歯が抜けるとどうなるかについてでしたね。そうですね。腰痛や肩こりなど全身に影響が及びました。そうです。今日は全身に現れる現象についてお話をしましょう。大口先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本にはあんま、ハリキュー、指圧、カイロプラクティックなどたくさんありますね。はい、そうですね。はい、なぜなら需要が多いからですね。はい、日本人は全身が凝ってるんですか？そうなんですね。言い換えると歯並びが悪い人は多いんです。歯並びが悪いとか歯が抜けたまま放置するケースがとても多いですね。なるほど。そうすると噛み癖がついてしまうんです、うん、右で噛むと下顎が右に出ますね。はい、そうするとですね、左へ首をかしげてしまうんですね。例えば右に噛んで右にかしげてみましょう。違和感がありますね。そうなんです。つまり右で噛むと首が左へ傾きます。はい、すると腰でバランスを取るようになるんですね。そうすると S 字型にしなければならないんです。なるほど。すると腰が痛くなるんです。それに首の後ろに7つの頸椎があります。はい、その上から2番目の第二頸椎が歪んでしまうんですね。どんな役割をしていますか？第二頸椎は、はい、体のバランスを取るんです。うん、人間の体でいうと中心にあると言われてますね。はい、指圧やカイロプラクティックなどで治しても噛む癖が治らなければまた元に戻ってしまうんですね。そうですよね。そうです。だからまず左右両方の歯で噛みましょう。はい、両方の歯で噛むために歯列を矯正して抜けた歯をインプラントで補うなど自然な噛み方ができるようになりますね。日本人は抜けても放置する人が多いですね。高いからかしら。他の国はどうなんでしょうか？そうですね、まあ、フィリピンの人は歯並びを直しているんですね。実は、はい、お金はですね、日本人よりもとても少ないです。そうですね。そうです。オーブ式インプラント手術は安全なんですね。はい、まあ、YouTube でも公開しています。はい、難しい症例も成功しています。大口先生、ありがとうございました。はい、どういたしまして。噛むことはあなたの健康の源です。まずは大口の健康からですね。インプラントを諦めて悩んでいる方、歯並びを直したいけど煩わしさのため躊躇されている方、ぜひご相談ください。大口式で対応しております。大口博歯科クリニック。